どうも、よしきです。はい、久しぶり、今日も。イケメン。イケメンすぎるだろ。カイザーってイケメンだよね。カイザーイケメン。まだそれ言う。よしき、かわいい。まあ。はい、てなわけでちょっと茶番を挟んでしまったんですけれども、今日の動画はですね、早けについて動画を作りたいなと思っております。最近コメント欄でよくあるのがこちら、早けが治りません。こちらどうやったら早けって治るんでしょうか。こんな感じ、早けです、助けてください。もう2秒持つか持たないかになってきました。何かコツはありますか。まあこんなコメントがねよく最近いただくんですけれども、まあ、僕もね元早けで、まあ、今は早けとは言えないぐらい治ったんですけれども、まあ、こういうコメントがたくさん見受けられます。で、まあ、そもそも早けって何なのかっていうと、まず引き分け後、解を持たずにすぐに話してしまう癖です。で、原因が、重くて持てないっていうことや、立て欲で話してしまうといった、まあ、肉体的精神的そういった要因があるって、ウェブで書いてあったんですけれども、まあ、早けっていうのは、まあ、言ったらスポーツでいうイップスみたいなもんですよね。で、イップスっていうのは、まあ、精神的な原因などによって、まあ、スポーツの動作に支障を来し、突然自分の思い通りに体が動かなくなる、そういった症状とイップスと言います。で、まあ、軽度に対する、まあ、その早けの治し方っていうのはまあいろいろあると思うんですけども、まあ、呼吸法だったり、まとまえであえて離れないといった、まあさまざまな治し方があると思います。ちなみに僕なんですけれども、僕は まとまえで普通に引いて、もう離さない前提でまとまえに入る、まあ、そういった練習をして、まあなんとか早けを克服できました。で、まあその早けっていうのは原因がさまざまあって、で治し方もまあさまざまあると思うんですけれども、これだけは言えることとして、簡単に早けで治るものじゃないと思います。僕も早け経験者として本気で治すっていう、そういう根性がないと絶対に治らないと思います。僕も結構高校の時はすごく頑張りました。チャンネルのコメント欄から、まあ、このチャンネルを、まあ、利用しまして、早けで悩んでる人を、まあ、救いたいということで、まあ、早け撲滅委員会を立ち上げようと思います。もしこういう方法で早けが治りましたとか、まあ、友達先輩がこういう練習をして早けが治りましたとか、まあ、そういうのをぜひこの下のコメント欄に書いてほしいです。その書いてくれたコメント欄を、まあ、参考に、まあ、僕たちが後からそれをまとめた動画を、まあ、出そうと思っております。はい、ぜひよかったら下のコメント欄に、その早けの治し方のコメントをよろしくお願いいたします。で、早けの人、この動画を見てくれてるみんなと一緒にぜひ早け克服して、また新たに楽しい弓道生活を送れるように、共に皆さんで頑張りましょう。本日はご視聴ありがとうございました。